大黒寺は、京都府京都市伏見区、高城町にある、新言州当時派の寺院である。通称は、薩摩寺。階層は、空海とも新女とも伝えられる、新言州の寺で、元は、長福寺と称した。元長年、薩摩藩主、島津義弘が、薩摩藩邸からも近い、この寺を、藩の祈祷所とすべく、伏見奉行、山口春光森に懇願したことで、 寺名は、薩摩の守り本尊、出世大黒天にちなみ、大黒寺とされ、本尊は、大黒天となった。ただ、当時より、一般には、薩摩寺の通り名で呼ばれていたという。次来、薩摩藩ゆかりの寺となる。幕末期には志士たちの密月がたびたび寺内で行われていたという。寺田屋事件の旧列史もこの地に葬られており、遺品や所。 歌などが今でも寺内に保管されているほか、西郷隆盛、大久保利道らの階段の部屋もそのまま残されている。また、近代になり平田幸恵の墓所が移設されている。1752年から1755年に、薩摩藩が担当した木曽川、長良川、伊比川の治水工事では工事途中で流されたこと影響などもあり300万両もの巨額な費用がかかった。 その責任を取って、薩摩藩家老の平田幸恵は自陣した。屋根瓦には、藩主つ付の家紋である丸二十字があしらわれている。幽霊、子育て飴伝説がある。幽霊とは、八代密書のことであり、大黒寺ではその位配を祀っている。ありがとうございます。